さてと、スタッフのみんなも帰ったみたいだし、私もそろそろ上がろっかな。ご飯はどこかで軽く済ませて、シャワー浴びて、明日に備えて早く寝ないかね。やっぱりもう少しだけ練習していこう。まだ振り付けで気になるところあるし。ワンツーワンツーターン決め。フィニッシュの手の角度もう少し高い方がいいかな。あとはターンを気持ち早めにして、うん、いい感じ。最近はカルミナのライブばかりで、ソロライブは久しぶりだから完成度高めていかないとね。しかも紬もいない中で、全てが私一人にかかってるし、トップアイドルを目指すなら半端なステージはできないもんね。よーし、それじゃあもう一度最初から。君、びっくりした。どうしてここに？そっか、設営のバイトだったんだ。で、最後まで見回りをしてくれてたんだね。遅くまでありがとう。うん、ちょっと自主練習。スタッフのみんなが頑張ってくれたステージだもん。それに恥じないようにしないとね。リハーサル見てたの？どうだった？本当に？ありがとう。お世辞でもそう言ってもらえると自信がつくよ。で、新曲どうだった？あれ、私が作詞したんだよ。あ、セトリも良かったでしょ？結構悩んだんだから。そうそう、グッズも新しいのができたんだよ。はあ、どうしよう。君と話してたらだんだん楽しくなってきちゃった。このままずっとお話ししてたいな。明日のライブやクリスマスのこととか。あ、そうだ、一緒にご飯でも食べながらゆっくりと。って、ダメダメ、まだ練習中じゃない。なあなあなことしてたらその程度のパフォーマンスしかできないよ。あー、ごめんね、私まだ練習しないといけないんだ。だからまた明日ね。行っちゃった。ちょっと冷たかったかな。でも私の目標はトップアイドルになること。最高のステージにするためにも納得いくレベルに仕上げなきゃね。あー、でも彼に嫌われたらどうしよう。彼に限ってそんなことはないと思いたいけど、でも考えても仕方ないよね。しっかり練習して、お詫びはステージで返すしかないよ。ワン、ツー、ワン、ツー。ダメ、なんだか落ち着かない。情けないな。自分で決めたこともできないなんて。君、どうして帰ったんじゃないの？これ、温かい飲み物。もしかして、これを取りに行ってたの？ありがとう。あれ、もう帰るの？うん、まだ練習中だけど。いや、迷惑なんてことは全然。待って。ちょうど休憩しようと思ってたんだ。だから飲み終わるまでお話ししようよね。いいでしょ。ふう、私もまだまだ意志が弱いな。でもこれくらいのわがままはいいよね。ところで、もうクリスマスシーズンだね。街もすっかりクリスマス一色で、見てるだけで楽しくなってきちゃうよ。ねえ、君はクリスマスシーズンの予定入ってる？もしかして女の子と約束してるとか？
気になっただけ。深い意味はないんだから。実は1日だけオフをもらえるんだけど、よかったら一緒に出かけない？いいの？本当に？どうしよう、こんな簡単にオーケーもらえるなんて。どうせならロマンティックに過ごしたいよね。可愛い服着て、美味しいディナーを食べて、イルミネーションを見ながらそっと寄り添って歩いたり。そうだ、プレゼントも用意しないとね。せっかくだし、何か手作りできたらいいな。なんだかテンション上がってきた。ニヤニヤしてる？そんなことないよ。さあ、休憩終わり。私はもう一頑張りしてくるから、明日もよろしくね。ねえ、見て、お客さんいっぱいだよ。満員御礼だって嬉しいよね。大丈夫、私今すごくワクワクしてる。緊張感すらいい刺激になって、早くライブしたくてたまらないんだ。それじゃあ行ってくるね。約束忘れないでよ。さすがに早く出過ぎちゃった。まだ約束の時間までずいぶんあるの。楽しみすぎていても立ってもいられず家を出ちゃうなんて、なんだか子供みたいで恥ずかしいかも。でも仕方ないよね。男の子と初めてクリスマスを過ごすんだから、テンションも上がるってもんだよ。服もバッチリ決めてきたし、プレゼントもしっかり準備して、気になるお店やイベントもチェック済み。アイドルたるもの、常に完璧を目指さないとね。いや、私張り切りすぎじゃない？引かれないかな？大丈夫だよね？さて、待ち合わせ場所のクリスマスツリーに着いたのはいいんだけど、なんだかすごい人だかりができてる。クリスマスシーズンだからって人多すぎじゃん。君？なんで？約束の時間にはまだだいぶ早いのに。って人のこと全然言えないんだけど。よく見たら何かイベントの準備してるみたい。ってあれ、カルミネのポスターじゃん。え？全然聞いてないよ。何してるんだろう、こんなところで。音響版の反則イベントみたい。クリスマスシーズンの人手の多さを狙ったのかな。抜け目ないな、うちのプロデューサーは。でも何もデート前にバイト入れなくてもいいのに。まあそういうところが彼らしいんだけどね。手伝いたいけど、私が出ていくと騒ぎになって迷惑かけそうだし、こっそり仕事ぶりを見学してよっと。仮設の販売所の設置、チラシやグッズの準備、お客さんの呼び込みや集まったファンの熱誘導、寒い中イベントを成功させようと、みんなすごく一生懸命だな。みんなが陰から支えてくれるから、私たちは思い切り自分の仕事ができるんだもん。しっかり感謝しないとね。おいおい、マジかよ。もうすぐイベント始まるってのにどうすんだよ。何？問題発生？音響版の再生装置の故障って、新曲の反則イベントなのに曲がかからないじゃ話にならないだろう。なんで確認しとかないんだ。すみません、すぐに新しい装置を用意します。用意するって事務所まで取りに行く気か？そんな時間ないだろう。おい待て、
行っちまった。あのバイト、事務所の場所わかるのか？ちょっと待って。それについてはノーコメントで。話は聞かせてもらったよ。装置壊れちゃってるんだよね。でも代わりを取りに行ってたんじゃ、どんなに急いでも絶対に間に合わないよ。だから今あるものでどうにかしよう。任せて、ちゃんと手は考えてあるから。この難局、力を合わせて乗り切ろうね。雪の翼広げて空へ。おお、のぞみんのアカペラバージョンめちゃくちゃいいな。今日このイベントでしか聞けない限定バージョンだってさ、寒い中来た甲斐があったぜ。いや、一時はどうなることかと思ったけど本当に助かったよ。お客さんにもすごく好評みたいだし。でも君、こんなレア音源一体どこから？作戦は成功みたいだね。まさか誰も販売所の裏で本人が歌ってるなんて思わないよね。君の能力で強化してもらってるから、マイクなしでも声が届くし、喉の調子も問題なし。いつもはみんなに支えられてるんだもの。今度は私が頑張るからね。お疲れ様。いいイベントになってよかったね。どういたしまして。ぶっつけだったけどうまくいってよかったね。ファン以外のお客さんも興味持ってくれたし、音響版も完売したし、頑張った甲斐があったよ。でもまだやりきった感出しちゃダメだよ。私たちのデートはこれからが本番なんだからね。さあ、いっぱい声出して調子も上がってきたし、思いっきり楽しもうね。たくさん並んでるの見ると、大きくなってもやっぱりワクワクしちゃうよね。はあ、あっちではケーキ売ってるよ。おいしそう。一度でいいからホール丸ごと一人で食べてみたいんだよね。まあ絶対に止められちゃうけど。そうかな。はしゃぎすぎちゃったかな。でも仕方ないよ、だって君とデートしてるんだもん。落ち着けって方が無理あるよ。でもできればロマンティックに過ごしたいから少し自重しなきゃ。深呼吸深呼吸。とりあえず何か温かいものでも飲まない？ほら、向こうにお店がたくさん出てる。あそこにカフェがあるよ。他にも美味しそうなお店がたくさんあって目移りしちゃうよ。あ、ねえねえ、あれすごいよ。有名なお菓子屋さんのイベントみたい。ショーでもやって商品の売り込みするのかな。お菓子売るにはうってつけの日だもんね。面白そうだし、ちょっと見ていこっか。あの人を何とか一緒に仕事したイベンターさんだ。このステージもあの人が手掛けてるんだろうな。ちょっとだけ挨拶してきていい？もしかしたらお菓子くれるかも。あそこのお菓子美味しいんだよね。こんにちは、ご無沙汰してます。のぞみちゃん、どうしたの？こんなところで。偶然姿を見かけたので挨拶を。で、大丈夫ですか？顔色が悪いですけど。ええ、大丈夫。
全然大丈夫じゃないわ。ねえ、あなたこれからステージに出てくれない？え？実は今日のステージに出演予定のアイドルの子が急病で出られなくなったってさっき連絡があったの。代役を立てようにもみんな仕事に出払ってて捕まらなくて、無理を承知でお願いできないかしら。いきなり言われても、多分その子目当てのファンがたくさん来てるんだろうな。来られないと分かったらきっと悲しむよね。カルミナはみんなのために歌って踊って戦うギルド。ここで何もしないのは、できることなら力になってあげたい。でもいくら信頼のあるイベンターさんとはいえ、プロデューサーを通さない仕事を勝手に受けることはできないよ。それに貴重な時間を私のために使ってくれた君に申し訳ないもんね。心苦しいけど今回は断らせてもらおう。え？そんなことないよ。そんなにいきなり出てって言われても簡単にはいかないよ。君のそういうところ本当にずるいな。まっすぐに正しい道を迷わず行けちゃう。悩んでるのがバカバカしくなってきちゃうよ。あの、うちのプロデューサーと通信魔法をつなげますか？ええ、ちょっと待ってて。もしもし、プロデューサー？私です、のぞみです。実は、やってこいってそんなあっさり。いえ、大丈夫です、ちゃんとやり遂げてきます。プロデューサーの許可おりました、出演します。あ、本当にありがとう。時間もないし早速打ち合わせをしましょう。それじゃあ行ってくるね、ちゃんと客席で見ててね。皆さん、こんにちは。クリスマス楽しんでますか？うわー！今日はサプライズゲストとしてこの新商品 PR イベントに出演させてもらい、早速一曲歌わせてもらいました。いつものライブとは違う空気感やお客さんを前にちょっと緊張しちゃったんですけど、この新商品を食べたおかげで元気がみなぎっています。一つ食べれば地平線の彼方まで走れると噂のこのお菓子を食べてクリスマスを全力で楽しみましょう。それではここでもう一曲聴いてください。うわぁ、カルミナののぞみってめっちゃくちゃ可愛いな。最高じゃん。なあ、推しが出れないって知った時は心底がっかりしたけど、ラッキーだったな。俺ファンになっちゃいそうだよ、のぞみーん。よかった、私のファンじゃないお客さんにも楽しんでもらえてるみたい。どうなることかと思ったけど、なんとか乗り切れそうだよ。急なトラブルでもちゃんと対応できたのはトップアイドルに近づいてる証拠だよね。でもお客さんがさっきからどんどん増えてるよ。もしかして私が出演してるから？嬉しいけどちょっと人多すぎじゃない？あれ、どこ行っちゃったんだろう。さっきまであそこで見てたのに。はあ、あそこ人波に飲まれてあんな後ろに。どうしよう、さらに人が押し寄せてどんどん飲まれて。はあ、いない、どこ行っちゃったの。この
人混みじゃ探し出すのは無理だよ。せっかくのデートこれで終わり？まだ何もしてない、プレゼントだって渡せてないのに。やだ、そんなの絶対にやだ。こんな終わり方でいいわけないじゃん。弱気になってる場合じゃない。見つかるまで探すの。アイドルは簡単に諦めたりしないんだから。いい？むやみに走り回ってもダメ。彼と会えそうな場所をちゃんと考えなきゃ。私と彼の思い出の場所は、そうだ、あの場所に間違いない。やっと会えた。よかった。あちこち探し回ってでも見つからなくて、もう会えないんじゃないかってすごく不安だった。でももしかしたらここなら、二人でイベント頑張ったこのツリーの下ならまた会えるんじゃないかってそう思ったんだよ。本当に？なんか思いが通じ合ったみたいでちょっと照れくさいね。でも街中を探し回ってツリーの下で再会なんてちょっとできすぎじゃない？神様もベタなことするよね。でもそんなベタが私は嫌じゃないよ。運命的でロマンティックな展開、クリスマスならではだもんね。ツリーのてっぺんの星、すごく輝いてるよ。再会を祝福してくれてるみたい。でもなんか光りすぎじゃない？あれってただの飾りのはずじゃ。ライブだからみんなが来てくれるか少し不安だったんだ。家族や友達、恋人、大切な人と過ごす日だからね。みんなが私との時間を選んでくれたことがすっごく嬉しいよ。でも本当に来てくれてありがたかったんだよ。みんなが来てくれなかったらこの後マネージャーにカフェに呼び出されてたよ。美味しそうなケーキも温かい飲み物も全部お預けで、せっかくのクリスマスがお説教で終わっちゃう。ねえ、もしそうなったらみんな助けに来てくれる？まだまだ声が小さいな。これじゃあここでみんなとお別れしなきゃいけないよ。ありがとう。みんなの気持ちしっかりと伝わったよ。それじゃあ最後までノンストップで飛ばすよ。しっかりついてきてね。その空のお皿とカップ、バレバレなんだから。でもありがとう。とにかくごめんね。私の方から呼び出しておいて、すぐ来たかったんだけどいろいろバタバタしちゃって。でもよかったよ、君がいてくれて。ドア開けて君の姿が見えたからすごく安心したんだよ。ここにいるってことはちゃんとメッセージに気づいてくれたってことだよね。そう、君と何度も来たこのお店に来てほしいって。君にしかわからない二
人の思い出を MC に入れたんだよ。実はここに来るまでの間、君が気づいてくれてるかどうかドキドキしてたんだから。え？なんで呼び出したのかって？もうメッセージには気づいたくせに鈍いんだから。君は二人でクリスマスをお祝いしたかったからに決まってるでしょ。わあ、鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔。まあほとんどサプライズだもんね。そんないい反応を見せてくれた君に、はい、これプレゼント。え？何も用意してなくて申し訳ない？そんなの気にしないで、クリスマスに会えただけで十分すぎるプレゼントだよ。じゃあそろそろ始めようか。お店貸し切りにしてもらってるからゆっくりお話ししよう。と言っても私が遅れてきたせいでそこまでゆっくりもできないけどね。だからその分目いっぱい楽しもうね。メリークリスマス。あ、もうこんな時間。名残惜しいけどここまでだね。今日は来てくれてありがとう。短い時間だったけど本当に嬉しかったよ。まだプレゼント用意してないこと気にしてるの？もう真面目だね君は。それじゃあ次にクリスマスに会える機会があったらもっと長い時間一緒にいてほしいな。そんなに特別なことはしなくていいの。二人で街を歩いてイベントやイルミネーションを楽しんで美味しいクリスマスディナーを食べたりして、そんな普通の少しロマンティックなクリスマスを君と楽しみたいんだ。本当に？現地取ったよ。約束だからね。よし、今度はプレゼントも手作りにしよっと。はい、お疲れ様。クリスマスの夢楽しんでもらえた？しかしライブ中にあんなメッセージを送るなんて大胆なことするわね。さすがアイドル、肝が据わってるわね。まあそのメッセージをちゃんと汲み取って文句一つも言わず待ってたあんたもなかなかよ。夢の中とはいえ約束は約束よ。目が覚めたらしっかりと楽しませてあげるのよ。人気アイドルと一緒にいるってことは相応の覚悟が必要ってことを覚えておきなさい。さてと、お邪魔虫はそろそろ退散するわね。それじゃ、良いクリスマスを。あれ、今寝てた？こんな街中で寝ちゃうなんて疲れが溜まってたのかな。なんかクリスマスの夢を見てたんだ。え？嘘？君も同じ夢見てたの？夢の中までクリスマスクリスマスってなんだか恥ずかしいな。もう恥ずかしいついでにちょっと手出して。どうかな、プレゼントの手袋。一応手作りなんだけど。嫌なら外していいからね。喜んでもらえたなら嬉しいな。あれ、これでもうほとんど夢が叶っちゃったかも。これ以上望むのは贅沢かな。それじゃあもう少しだけ付き合ってくれる？それでよければ手をつないでほしいかな。意味はないよ、はぐれたら困るからね。あ、そんなあっさりとためらいないな。君のそういうとこほんと感心しちゃうよ。じゃあ行こっか。クリスマスはまだまだ終わらないよ。